。後戦はね、37000。どうしよう、37000か。一旦解散か、これ。ちょっと敵の部隊を見てみようか。はい。はい。はぁ。強すぎるんじゃ、足畑が。おい、9部隊分の5が攻撃100を超えてるんだよ。で、防御もほぼ90、80だよね。強いんだよ、柴田家。これもあれ、前回と同じ作戦でいく？前回、柴田家に、安土城を攻められてる途中に、こう、かすめて取っていくみたいな。まあ、通称、アキス戦法って呼んでんだけど、俺。今回もこれちょっと、朝倉山から船でこっちに来るみたいなんで、アキス戦法マジでありやぞ。いや、一旦帰ろう、まず、明智は。これ無理だわ。清須小田を攻めてる時間がないので帰りました。北の少女をカウンター、アキス戦法ありだと思うんで、ちょっとね、城に兵が帰ってくるまで進めたいと思います。はい。なに戦法あれか。対名か。大義名分使われてゆく。で、こっちも兵が帰ってきたかな。使うな、柴田勝家。もう貯めてたな、お前、ポイント。ここに来るまでに。はい。めっちゃ使うやんけ、お前。やばい、ガチガチで交差に来てる。のちせ山。やばいぞ。あ強いね。最上家がちょっとずつ広げてきてるね、勢力をね。はい、だいぶ、いろんな大名が、淘汰されて、固まってきたかなっていう感じだね。いいね、兵糧めっちゃ入ってきた。さあ、どうしましょう。今、のちせ山に柴田勝家の軍が、37400 来てます。とんでもない数だね。もうほぼほぼ総力じゃねえかな、これ。ああ、まだ北陸残ってんね、兵力。まあ一番ベストはな、この上杉と組んで柴田の背後をついてもらうことなんだけど、上杉はね、遠すぎて親善ができないんだよね。だから同盟が組むことが難しい。まああとね、北条包囲網に参加してるから、なかなかこの辺は組むの今難しいかなっていう感じなんだよね。となると、もう自分の力でなんとかするしかないと。まずはあれだね、喧嘩を吹っかけた、清須小田に、ごめんなさいと。ちょっと一回休もうと。なんかこっちから喧嘩打っといてなんだけどね。うん。ちょっとやっぱり喧嘩とか良くないからね。で、やっぱり今戦法としては2つあって、まあ1個は、のちせ山を全力で防衛する。か、もしくは、もう、のちせ山を捨てて、ここ別にね、取られたところで何かが分断するわけでもないので、のちせ山を捨てて、その間にこの北の少女とかを、かすめ取っていくっていう戦法。こっちのが現実的なんじゃないかなと思います。で、それにあたってこの蕎麦山城がちょっとね、ここに来て邪魔になっちゃったので、これ、岐阜だけの城なんでね。まあちょっと、いろいろ、考えてやっていかなきゃいけないっていうとこ来たね、これね。ここターニングポイントだね、すごいね。ダメなんだ。岐阜王だけが今ここの城を持ってるっていう状況なので、この先の北の少女には、なんか迂回して攻めるとかができないみたいなんだよね。そうなると、岐阜王だけに一回喧嘩を打って、ここを城取ってから北の少女に上がっていくっていう戦法しかないんだよね。それは得策じゃないけどな。でもな、37000は返せないよ。全軍のだって3分の2ぐらいに当たるからね。もうこうなったら一旦、羽柴と同盟をまず結びます。そうしよう。もうそれしかないわ、手は。12ヶ月にしよう。羽柴と同盟を結んで、そういえば毛利と同盟結んでなかった。忘れてた。もう一回結び直す。承知いたしました。浮田も同盟延長しとこうか。はい。ちょっと、一旦周りを固めてから、そうだな。どうしたらいいかな、これ。なかなか、佳境に来てるけど。姉が工事な。兵借りてもしょうがないもんな。いやー、清須小田に喧嘩売らなきゃよかったな。やっぱね、動いたら負けなんだよな、基本はな。いや、うん、柴田の37000はもう返せないので、やっぱ、岐阜小田家に喧嘩を売って、ここの城を取って、もう強引にこの辺を取りに行く作戦にしたいと思います。まあ、まずね、秀吉との、同盟を待ってからそれを動きたいと思います。はい。うわー、時間あるかな、大丈夫かな。うわ、もう組んじゃった。やばいやばいやばい。ちょっと待って。オッケーオッケー。同盟組んでくれた、同盟組んでくれた。清掃だわ。鉄砲12800を、くれるなら、壊してもいいと。12800ってのは、この鉄砲13000うち今あるので、それの、まあ、95% ぐらいかな。なんだ、ぶっ殺そうかな。拒否。さすがにこれは飲めません。柴田が結構もうここまで来てます。で、羽柴が同盟を組んでくれましたので、岐阜大田家に喧嘩を売っていくと。もう結局全方位に喧嘩を売っていくって、あ、そっか、岐阜大田家あれだ。今、講和結んでんだ。うわ、やばい、ぐだぐだしてる。ちょっと待って、柴田と講和結べねえから。ごめんなさい。あ、やばい、これやばいやばいやばいぞ。柴田37000。どっかうまいこと当たれるとこあんのかそもそも。あ、ここ、でも16000とかだね。あ、意外と上限が少ないので、あ、いけなかないか。ちょっとやってみようか。ワンチャン戦いつつ、工場も考えつつだね。やっていこうかなと思います。ここだな、ここだな。ここに集まれたらベストだけど間に合うかな。はい、できました。16200。まあ、最悪でものちせ山の上限が16000なので、ここで決戦を申し込む。いけたらこの7300のところでね、戦えたらラッキーかなという感じですね。さあ、いけ！間に合ったらラッキー。間に合ったらラッキーだけど、結構もうここまで来てるからね。あと何日 ?35 日か。意外とでも時間かかるね。ワンチャン当たれるかもね。はい、進めていきましょう。急げー急いでくれー。あ、やばい、信孝があ、でもまた米もらえるこれいいね、なんか敵が宣戦布告してくるために米もらえるね。あ、2万2000来た今回。やば。金ヶ崎23000。でも織田信孝に関してはこれもう徳川に兵借りて後ろからつくってのもマジありかなって思うので、ちょっと一回援軍要請してみようか。はい。どんぐらいで貸してくれるかな城。こことかどう？こことか。酒井忠次いるね。酒井忠次って言ったら、徳川家の四天王だからね。あ、借りれそう。結構安いお金で借りれそう。さすが婚姻関係結んでるだけあんな。これ結構いけんじゃないか？はい。はい。はい。あ、お金6000で貸してくれるって、こんだけの城。借りよっか。お米いっぱいもらったし。98000だって今んとこ。びっくりした。え？急に増えたね。敵がこっちで宣戦布告してくるために、味方してくれる同盟国が米を食ってくれるんですよね。で、秋の収入が確か5万ぐらいまでだったんで、それの宣戦布告代みたいので5万ぐらいもらってるね。すげえな、このシステム。はい。借りました、城。じゃあ、岐阜小田は、もう神奈川崎取られても別にいいので、後ろの岩槻？あ、岩村か。岩村城を攻めていきたいと思います。はい、できました。酒井忠次を大将として15000の部隊です。岐阜小田家が今、この上の金ヶ崎城を攻めてきているので、その隙に後ろから岩村城をついていきたいと思います。これはもうあれだね。同盟国からもらった米があるからこそできる技だね。さあ、まずこののちせ山の防衛からだね。ここは結構重要だね。頑張れ。間に合うか？間に合いそうだね。間に合いそうだね、結構。はい、はい。うわぁ、どうだいけ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 。間に合った。オッケーオッケーオッケー。はい、16000の兵なんだけど、ここ、どんぐらいだったっけ？ここ上限7300なんで、これワンチャン有利に与えます。はい。問題はこの、岩村城の方だね。こっちも編成はもうすぐ完了するかな。こいつが、酒井忠次、はよ、オッケーオッケー。完成した岩村城行きます。あ、先に当たった。うわぁ、戦場は狭く、勝敗の行方はわかりません。直接決戦の指揮を取りますか。まあでも37000で来てるからね。ここで当たるのが最善の策だと思うんだけど、やっていきましょう。しまった、農兵制でまた打ち忘れた。あー、ぐだぐだしてる。いけるかな。さあ、兵力は互角。で、武将の質は、はるかに劣ってる。あ、敵より先に布陣することができました。はい。舞台見ていこうか、まず。はい、こっちもね、結構ね、強いんで、実は。攻撃防御も100超えてきてるので、まあ、割とね、やっぱりね、大きな大名として強くなってきてるのかなと思います。ただね、柴田も強いんだよね。あと、武将の質がすごくいいんで、まあ、結果ね、負けてるに近いんだよね。まあ、なんとかね、兵力は互角なんで、頑張っていきたいと思います。はい、決まりました。今回は、この、のろしっていうね、のろし城っていう、晴れか曇りの時に味方が徐々に合流というのがあったので、これを置いてみました。これ多分ね、初めて置くんじゃないかな、俺。で、上の方にうずみ火を2つ置いて、ここに鳥居を置きました。鳥居というのは、移動速度が上昇すると。この、円見えるかな？この円の中の移動速度が上昇するというので、まあ、この辺をこう、ガーって動きながら、ちょっと、攻めてくる敵に対応しつつっていう感じかな。まあ、待ちの姿勢で今回いきたいと思います。こののろしで、味方の数を増やしながら、徐々に優勢を作っていきたいなと思います。さあ、やっていきましょう。ここ結構重要。ここ勝ったらすげえでかい。一気に柴田滅ぼせるかもしんない。はい、行きます。多分ね、今までの傾向からするとね、この鳥居みたいのはね、先壊しに来る傾向があるので、ここの辺敵来るんじゃねえかなって思います。どうかな？どう出てくるかな？これ味方増えてる？あ、増えてるね。ちょっとずつ増えてるわ。あ、のろしめっちゃいいじゃん。うずみ火を起点として上と下に舞台分けてる感じだね、今ね。来た！誰だ？森田兵。ああ、強い人。あれでしょ、確か。旗の家のなんか、赤鬼だか青鬼だか。あ、違ったわ、そいつじゃねえや。このくだりなんやねんっていうね。うずみ火にうまく誘導したいですね、これはね。奥州。あ、そっか、鉄砲持ってるからこっち。はい。行こう行こう行こう。撃ってこう撃ってこう。で、もうちょっと敵を引き寄せたい。敵を引き寄せの法則をしていきの、こっちもね、少しずつ兵士増えてるけど、向こうも増えてる、向こうものろしなんじゃん。あ、壊しに行かなきゃ、これ。これ本体じゃないか、サスタなね、まさか。とりあえず上の部隊を、一人、この一つのサスタなりますの部隊を潰しに行きたいと思います。で、下の部隊も、下の部隊もうちょっと引き寄せたいな。待っとこう。はい。OK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 。はい。こっちに3部隊来たね。じゃあちょっとカッコ撃破していこうか。これは多分ね、部隊を滅ぼせば滅ぼすほど、まあ有利になるって当たり前のこと言ってんね、今ね。はい。キリンジ使っていこうか。はい。これで、味方の速度が上がったはずなんで、全力でさっさなりますを潰しに行きたいと思います。あー、奇襲受けたか。なんか難しいな、今回。総大将多分これだよね。いやー、ちょっと、あんまり敵と正面衝突は得策ではないんだけど、今回はちょっとやっていかなきゃな、これ。悩ましいとこだね。いいよいいよ。戦況としては悪くない。なんか囲まれてる気もするけど、悪くはないよ、今のとこ。はい。奮闘使われていく。森とはちょっと戦闘避けたいんだよな。先気味で行きたい。これ、一つにまとまるか、こっちで。なんか固まった方が結果いい気がしてきたな。なんか使えるのないかな。早掛け。いや、キリンジますか、やっぱり。戦法溜まるまで待ちつつ。やばい、やばい、やばい。星田がやばい。足が遅いんだよな。オッケー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 。森田兵壊滅した。これでちょっと戦況が有利になったので。これかな？これ潰そう。はい。で、後の舞台は、前田刑事、これ。前田利家か。前田利家を潰しに行く。はい。オッケーオッケーオッケー。後藤又部潰した。いいよいいよ。いい感じだよ、いい感じだよ、これ。はい。次に宮部。あー、出た。裏切り者。裏切りクソ坊主を全員で倒しに行く。いいね。カッコ撃破で行こう。カッコ撃破で。はい。落ち着いてカッコ撃破。で、星野は落ち着いて戻ると。あ、やばい。強いな。結構強いな。うわー、壊滅した。やばい。あ、いた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 、柴田勝家。これはもうあれだな。総力戦だな。いけ、柴田を潰す。柴田を潰す。オッケーオッケー。あ、柴田勝家なんかすげえこっち来てない？おとり挑発使うまでもなくこっち来てんだけど。はい。おとり挑発使っていく。入っていく。これいいぞ。これいいぞ。はい。まさか、飛んで火にいる夏の虫とはこういうことだよな。どうですか？奇襲、上田、上田、あ、オッケーオッケーオッケー。柴田倒しました。いいね。これでだ、これで戦に勝つと、この戦術出てなかった兵士も追撃で倒せるので、どんぐらい減らせんだ？やっべ、26,000 !5500 の兵で 26,000 大軍撃破ということで、見事作戦勝ちじゃないでしょうか。あ、これは柴田滅ぼしアリアで、はい、捕獲した武将。おお、宮部帰ってきた。お前切りてえ。裏切り者がまた帰ってきたけど、まあでもな、知略90あるんだよな。まあ、来るもの拒まずでいこうか、うちは。はい。ということで、柴田家をなんと追い返すことができました。これはもう、岐阜だけのここの苫山を取って、カウンターするしかないでしょう。今残ってる兵士が1万いる。内訳はあ、まあ各部隊1000ぐらい残ってるんで、これはちょっと、このまま攻めていこうか、苫山城まず。はい。で、今残ってる2万900の編成は、どう来るんだろう。帰ってくんねえかな、これ。後ろからついてるんだけど、入る気配ないね、あんまりね。